皆さんこんにちは、夏の趣味の夏也です。今日は渋谷に来ております。いやあいにくの天気だけども、あたろちゃん今日はね連れて行きたい店があります。早速行ってみよう。はい、お店の前に到着しました。今日はですね、チップス渋谷店に来ました。来たぜチップス。僕の動画を普段見てくれてる人は知ってるかもしれないんですけど、僕ちょっとたまにチップスでモデルの方をやらせてもらってて、でその時にチップスってオリジナル以外にも結構いいブランド取り扱ってるんだよね。で今日はね、ちょっとそれを生で見たいなと思って、あたろシップスに連れてきちゃいました。ありがとうございます。やっぱり最近結構古着屋ばっかりしてたじゃん、うん、で俺はねやっぱドメブラが好きなんだよ、うんうんうん、ここ結構ねいいドメブラ置いてあるみたいなんで、ほいじゃあ行こうか。行こっか。シップス行くぞ、ゴー。17歳の時に横浜店に行ったことあるんですけど、僕昔俳優やってて宣材写真とかの衣装を買いにシップスによく行ってたんですよ。横浜モアーズですか？あ、そうです、モアーズです。僕ずっと宣材好きしておりました。え、本当ですか？はい、こういうメガネいませんでした。いやーちょっと待って、覚えて上タワレコとかですね。それの1階に綺麗なショーウィンドウのシップスが、そう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 、行くよね。横浜市に行く。僕たち横浜出身で。あ、そうなんですね。よく行ってて、ズバリシップス全国にいろんな店舗あると思うんですけど、シップス渋谷店のコンセプトみたいなのってあるんですか？国内外ブランドが多く取り揃えている店舗になってまして、地下から4階まで多層階なので、はい、いろいろなジャンルの洋服に触れ合うことがやっぱポイントかなとは思いますね。一気に見れるってすごく便利じゃないですか。5階建てなんですか、ここ？あ、そうです。5階ちょっと休憩、スタッフの、はい、スタッフになってますけど。あ、地下にも店舗があるんですね。そうです、シップスエニーっていう、またちょっと、新しくローンチされた、レーベルになってまして。じゃあ、早速ちょっと、お洋服見させていただいてもよろしいですか？どうぞ、はい、あちらからちょっとご紹介します。ありがとうございます。ストディシップスっていう、渋谷店でしか見れないブランドです。もう全国シップスいっぱいあるけどここにしかない。そうなんですよ。こちらも国内の洋子坂本だったりとか、あと新進気鋭なカールというブランドも、こういった話題の、塩田だったりとか。塩田熱い。塩田は熱いね。塩田熱い。通常のシップスよりもこういう結構雑貨とか多く取り揃えてますね。雑貨も置いてあるんですね。そうなんですよ。おしゃれですね。なんかこれっぽいおしゃれなグラスがいっぱいあるわ。タツヤっぽいの？俺っぽいわ、これ。で、ちょこっとこういう、はい、古着も、取り揃えてますので。古着もあるんですか？そうなんですよ。結構幅広く。こういう T シャツ何枚あっても便利ですからね。便利ですね。ミルクボーイみたいな。何枚あってもいいですからね。この辺のラックなんか、シップスっぽくないというか、結構。そうなんですよ。いい意味でちょっと崩してますよね。そうですよ。これはノマっていう、国内のブランドで、テキスタイルデザイナーとデザイナーの2人組が やられてるブランドなんですけど、最近ですと、ステューシーとかとコラボして、マメラやってたりとか、そういったブランドとも、はい、精力的にやられてるブランドなので、ドローインサイドプリントとか、マネキンが着せてこういう、スウェットだったりとか、ツイストされたデザインが面白いですよね。確かに。あ、本当だ、ラインがこう、こうねじれてるというか、こうなってますね。本当だ、面白いですね。そうなんですよ。スウェットもそうです。例えばガゼットもこう本当だ、
すごいこれ。古着にはないじゃないですか、こういったデザインって。ないっすね。あ、本当だ。ここも歪んでるっていうか、あれですね。そう、こう、ほんとこういう感じで。言葉が出ないね。なんで言葉出ないね。急に北島康介みたいな。なんか意外と僕と達也くんってお洋服好きなんですけど、全然被ってなくて。そうなんです。でもちょっと僕でも気になるブランドがこちらですね。ネペンテス発祥のサスツーウェスト8ですね。出ました。え、あれ、あのシュプとコラボしてたやつ。あ、よくご存知で。はい、バトローが熱いって言ってたよね。熱いなと思って。あれちょっと僕もびっくりしましたね、個人的に。札幌のブランドなんでしたっけ。あ、そうです。やっぱフィッシングメインなんで。フィッシングメインのブランドなんですか。でもやっぱなんかシュプとコラボしてるだけあって、派手なんですよね。コロンビアとか、はい、ダイワとか、まあフィッシング系のアイテムが流行ってるんですけど、いい意味でやぼったくて、そうですね、こうなんか古着っぽくて、ここはもうなんかガチガチに攻め切り、うん、攻め切ってますね、だいぶデザインバーイングも、はい、これとかどうやって着るんですかこれ。スケスケだぜ。虫除けの素材で作られてるらしくて。そう、夏のレジャーにも使えるんですよ。ベストとか似合いそうですけどね。このオーバーシャツにもう端から羽織っちゃってもいいと思う。外しにいいですね。本当ですね。今日初めて来ます。あ、うわ、かっこよ。ダークトーンでこう合わせてもおしゃれですね。いや、おしゃれです。このなんかレイヤード感もいいですね。あ、似合ってんな。似合ってますね。ハマってるわ。そんなのがあったんか。おい、かなりワイドなんで、そちら。あ、いいね。すごい、これちょっと履いてみたいな。いくよ。見てこれ。やばくね。あ、やばい。超かっこいいんですけど。すごい。めちゃくちゃいいっすね。めちゃくちゃいいっす。何これ。太いけど絞ってて今いいね。あえてそう、今履かれてるなんかタッセルローファーと合わせてもおしゃれですね。本当ですね、合ってますよね。かっこいい。これでラマこんな感じで、かなりイケてるな。うん、なんかこういう毛もいけるんだ。いけるね。いけるね。いろんなアーカイブを多分ブランドの人が、うん、研究し尽くして出してるものだと思うから、うん、違和感はないんだと思うんだよね。その良さがすごい出てる気がする、俺は。これでこれでこうですね。いや、あのね、わかんないけど、魚にバレるんじゃないかと思うんだよね、この柄、絶対に。握られますね。握られるでしょ、これ。いきなり欲しい。絶対好きだと思って。なんか、たっちゃんの好きなドメブラとはまた違うジャンルのドメブラって感じじゃない？いや、マジでそうっすね。こういうネペンテス系は全然、正直あんまり興味なかったんですけど、これは欲しいっすね。あ、ありがとうございます。超かっこいい、これ。あ、俺ね、行きたいとこあるんですよ、福山さん。あ、本当ですか。どちらですか。あ、このね、このブランド。店員さんですか。あなた店員さんですか、今。あのね、俺今日かなり下調べしてきた。僕あのこのワーダーっていうブランドすごい気になってて、はい、今日一番生で見たかったブランドなんですよ。あ、ありがとうございます。あの2021年の春夏にこうできた、はい、あのブランドさんでして。最近ですね、めちゃくちゃ。そうなんですよ。デザイナーもちょっと公開で、ちょっと謎に包まれたブランドさんなんですけど。非公開なんですね。まずこのタグのデカさがいいなと思って。ブランド放送。そう、ブランドのこの素材なんだかわかります？え、僕たちがよく、はい、絶対持ってなきゃいけない必需品のアイテムの箱に使われてるそうです。あ、わかった。 iPhone の。あ、正解です。ケースっすか。すげえ。なかなかそういったブランドないですよね。ないですね。そこまでこだわって作るという。このシャツいいな。どっちのパンツが。あ、でもこのデニムもちょっと太めなので、やや。あ、ちょっとスラックスもおすすめしたいんですけどね。ちょっとあのフレアシルエットで。あ、どれ着よう。ワード悩みます。ニヤニヤしてる。悩む。ジージャンもかっこいいっすね、これ。かっこいいっすね、これ。かっこいいっすね、これ。そうなんすよ。すごい勢いよく出したな。あ、でもかっこいいな。かっこいいな。ここのポッケが面白いですよね。うん、ここなんかデニムジャケット一から作り直すみたいな感じで作られてるんで。おいおいおい、もう 2,3 回着替えなきゃいけないんじゃないですか。これちょ、まずこのシャツからかな。はい、どんどん行きましょう。そしたらどんどん行こう。たちゃん走って行って。い
きます。こんな感じでございます。わお、いいですね。綺麗、綺麗めだね。細身もお似合いですね、パンツ。あ、確かに細いパンツ久々に履いたな。あ、すごい、すごい綺麗だな、これ。わあ、めっちゃいいパンツ、これ。これモテるな、こんなの着てたら。これはモテるね。いや、モテます、絶対モテます。モテます。ストライプシャツにフレアスラックスってモテじゃないですか。ちょっと覚えたぞ、覚えた。覚えておこう。まだ他にもいっぱい着たいなんだよな。どんどん着よう、どんどん着よう。デニムセットアップも着ちゃいます。お願いします。今度はじゃあかっこよく、かっこよく取りに行って。こちら行きます。すごい、すごい。どうぞ。どうぞ。どうでしょうか。あら、いや、いいですね。めちゃくちゃいいですね。さっきと全然違う。いや、めちゃくちゃいい。あえてこういうスタイルなんですね、このデニム。あ、そうなんですよ。あ、そうなんだ。うわ、後ろいけてんな。後ろいけてる。スタイルもかっこいいですよ。お尻がかっこいい。あ、マジで。で、アウターの丈が短いからね、あのお尻がこうボンって出てんだよね。あ、なるほどなるほど。いい、このパンチ。めっちゃいい感じ。今年より一層デニムトレンドなんで。そうっすよね、トレンド。セットアップで攻めてもいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。圧でカメラを引いちゃいました、今。かっこいい。かっこいい。いや、かっこいいね、アタッチャーが。かっこよくない。かっこいいよ。ロールアップ幅も特徴的で。確かに。で、このワーダー、僕調べたらめちゃくちゃ面白いこと書いてあって、うん、なんかもう縫製が丁寧すぎて、うん、裏返しても服が美しいっていう。だってさっきのシャツの方が分かりやすかったの。ちょっと待って。いや、もうその通り。見て、この縫い目とかさ、めちゃくちゃ綺麗じゃない。本当だ。めちゃくちゃ美しくない。縫製がとても綺麗なブランドなんですよ、本当に。すっげえ。この肩のゾーンとかすっごいな。綺麗だよね。これからどんどん人気出そうっすね。そうですね。なんかそんな感じがします。シップスはもうこれを抑えてるんですね。もう すごいな。シップス行ったらワーダー見れるよ。見よ見よ、うん、みんな見よ。見た方がいい、これは。この辺結構気になりますね。ここ一番厚いゾーンだからね。一番最初に目についたのはこのすっげー綺麗な生地のシャツ。ディナインっていうブランドで、まあ、国内のブランドでイギリス そのシャツメーカートーマス・メイソン社にこう生地を使ったシャツになってます。さまざまなアイテムを展開してまして、結構どれもベーシックなアイテムが多いんですけど。ドメブラなんですか。あ、そうです。これも国内のドメブラになりますね。ディナインっていうやつ。これインラインがブルーなんですけど、はいはい、これ別注で、はい、シップスの目はグレーっていうのもデニムなんです。同じですね、ビラインで。あの、これシップスの撮影で履いたことあります。あ、ありがとうございます。これ結構気になってたんですよね。うわー、すごい。これシルエットいいんですよね、めちゃくちゃ。そうなんです。程よいテーパードでこうタックも入ってるんで。じゃあ白はインラインです。あ、そうなんです、はい、白もあるんだ。私こういう白履きたいんですよね、俺。あ、いいじゃないですか。なんかインスタ上げてたね、俺は今年こういうスタイリングで行くって書いてあったパンツがなんかそう、こういうの履いて、こういう青シャツ着て、はい、タックインしてベルトを細いの巻きたいみたいな。あー、いいですね。今年やりたいなって。ちょっと僕このシャツにこれ履きたいんですけど。あ、ぜひ。細いベルト巻いちゃう。細いベルト巻きたいっすね。ありますか。 ありますよ。僕ウエストかなり細いんですけど。あ、これフリーのやつですかね。あ、そうです。ありがたいです。分かってらっしゃる。いきます。どうでしょうか、これ。うわ、かっこいい。これの、ここ見て、この横のこの感じ。あ、まさにインスタで上がってたの、これや。そう、これ。あ、やばー。似合いますね。モデルさんみたいです。いや、本当にモデルみたい。はい、これちょっと、めっちゃいいっすね。タックが入ってるんで、そうそうそう。タックインスタイル、本当抜群にいいですね。みんなにこういう着方で合ってますよ。全然ありです。最高だな、これ。やばめっちゃいいわ。すごいかっこいい。めちゃくちゃいいね。マジでなんかタイムスリップしてきたんかと思う。革のちょっとバッグ持ってカーディガン巻いて、俺コーヒー飲みたいですかね。ブルーボトルあるのね。そうっすね。新しくできちゃったから、ブルーボトル。あ、そうなんできたの。いや、このスタイリングやばい。最高です。
バっていうブランドが一番好きなんですけど、はい、そのグラフの店舗にも置いてあるブランドがここにもあって、こちらのソーセスクリスタセア、クリスタセア、はい、これちょっと気になりますね。これメイドインイタリーなんですか？そうです、全てメイドインイタリーで、今までご紹介してきた中でもかなり唯一無二感が出てるブランドなんですよね。そうなんですか。このクリスタセアってセアってなんか日本っぽい、そうセアさんというあの女性の方とクリスティアンというあの外人さんの女性の方が2人組でやってる。あなたそれ知ってたでしょ？うん、知ってた知ってた、やめてよ。知ってる人間の言い方したやんそれ俺だってそれ全然違和感なかったもん。わかりやすかった。ちょっと、うん、ちょっとなんかこれ羽織ってみたいな。あ、いいっすよ。これ重っ。うわ、なんかこのデザイン他のブランドじゃないですよね。ないっす。すごい触り心地、ボタンレスですし、確かに編み込まれてて、すげえ。これ着たらわかるわ。なんかすげえ、そう思わせられるこうブランドですよね。なんかすごい、なんかすごい、はい、なんか いい意味で異質を放ってるというか。おお、なんか俺今日こじゃれてんな。今日こじゃれてるよ。今日こじゃれてるね。この色合わせどうかな。え、すごい、なんか、ま、新しい。今期は、はい、そのクリスタセアと別注で、別注やってんすか。そう、作らせてもらったんですが、うわ、バンドカラーのストライプ、通常で展開しないお色味でして、あの、通常イタリア生地なんですけど、これ日本の生地をイタリアの方に送って、もうあちらで作っていただいたっていう。グリーンにホワイトって良くないですか？めっちゃいいっすね。うん、絶対合うと思う。絶対合うと思います。まあ、ダンディー坂のバリに見切れてったな今。やば、あ、間違いないですね。間違いないですか？間違いないですね。めちゃくちゃいい組み合わせじゃないですか。シャツもマオカラーシャツでいて、そのクリスタセア定番の形になってますね、はい、そうなんですね。これがすごい存在感、すごいですよね。すごいっす、これ一枚で。横のこの感じがいい。最高じゃん。うっすら微動してんのおもろかったね。ちょっと分かってほしくてさ、してね、レイヤードしてもね、良さそうだもんね。てかさっきのカーディガン着たらめっちゃ合いそうじゃない？どうでしょう。あ、マッですね。あ、いいね。いいでしょこれ。あ、なんか多分ブランドっぽさが一番出てると思う。あ、いいな、それは嬉しいな、うん、うわ、いいね、いいね。あ、いいな、この1,2,3っていうこの感じ。そうね、いいね、この、はい、ですね、1,2,3ね。今日マジです、ね、最後のいつものやつめっちゃ迷うな。迷うよ、いや、もう迷った方がいい、それは。俺こういう服着たいな、うん、今年は。ちょっと俺この流れでパラブーツ行っちゃっていい？行っちゃおう。実はちょっと今日まだね、発売してないシップスパラブーツ用意してもらってて。そんなことしちゃったの？あなた、ちょっと今日そんなことしちゃったんだよ。ブッさん、ありがとうございます。すいません、そんな誰も見てない、誰も見てない。福山さん、いいっすか、パラブーツ持ってきてもらっても。ぜひ。きたこちらですね。これシップス別注パラブーツ、今季のやつですか？そうです、バースっていうデッキシューズタイプになってまして、バイカラーですね。ブラックとブラウンというバイカラーにしております。はいはいはい、シャークソールに仕上げております。あ、本当だ、ソリッドですよね。ソリッドがないですよね。ちょっとこうシップスが得意とするちょっとアメリカな感じの雰囲気も残しつつ、はい、フランスの上品さもありつつね、はい、シップスすごいもん別注しましたね、はい、ちょっとこれ履かせていただいてもよろしいですか？ぜひ。あ、いいじゃないですか。もういいっすね。うわ、完成した。見てこれ、完成した。いや、もうこれだろ、最高だな。すごい、ガラッと変わったな、雰囲気。歩きやすいっすね。そうなんですよ、結構こうクッション性も優れてるんで。あれ、スニーカー感覚で履いていただけれると思いますよ。仕上がってんね、マジスタイリング。ほんとそう。これはまだ売ってないんですよね？あ、そうです、まだ未発売になっております。いつ発売ですか？まあ、4月下旬から5月ぐらいをめどになってますね、うん、じゃあまだ分かんない感じなんですね。もインスタベタ好きしてれば分かりますか？あ、分かります。じゃあインスタみんな見といて、入れといてあげる。こうやってやったら、あ、ここに、あ、すぐにみんなフォローしてください。ここだよ、ポン。あ、すごい。あ、ナイスナイスナイス。ありがとうございます。
今日さ、いい服見すぎてさ、もうスタイリングいつもの最後のやつ迷わない？何着るか。事実出来上がってるようなもんです、これね。でもさ、最初着たサウスもさ、あのスタイリングもめちゃくちゃかっこよかったじゃん。トータル思ったのは、シャツで綺麗なスタイリングっていうのがなんか俺たちがずっと見てたシップスのイメージかなってすごい思うから。確かに。じゃあ今日のベストアイテムでスタイリング組んでいきたいと思います。あらまあ、僕が選んだコーディネートはこちらになります。変わってないんですけどシップス別注の、パラブーツで、パンツがイナインの、はい、デニムパンツですね。こちらのシャツが、これもねシップス別注のクリスタス屋の魔王カラーシャツ、はい、そして最後ね、これさっきも着たんですけど、ちょっとサイズ感大きめに変えてみたんですけど、クリスタス屋のカーディガンで、タツボッチっぽくないけど、まあ自分で言うのもあるんですけど、似合ってるコーディネートになりました。やっぱ抜群に似合ってます。ありがとうございます。全部欲しいわ。全部これ買ったらさ、何着シップスさんでお仕事を、何千着来たら、これちょっとシップスの人に聞いてみる聞いてみて。ご飯屋さんでさ、ご飯代お金払えない分さ、皿洗う何着やればいいかね、聞いてみてください。しよう。はい、わかりました。それちょっと一つお知らせがありまして、僕シップスの公式 YouTube チャンネルの方に出演させていただくことになって。コラボとか他のチャンネル出たことってある？いや、ないんだよ。初なんだよね。シップスプレスの河野さんという方に、めちゃくちゃかっこいいドレススタイルでちょっとこれからコーディネートしてもらえるってことなんで、しかも俺シップス YouTube チャンネルよく見てるんだけど、河野が行くっていう企画なんだけど。ああ、河野が行くに達也が行くっていうことになるんだね。ちょっと今日河野が行く乗っ取り、タツボッチが行くみたいな感じで。あ、タツボッチが行くなっちゃう。ケノさん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。僕も楽しかったです。シップス渋谷店に来たら本当にね、いろんなブランドに出会えるので、皆さんぜひ行ってみてください。じゃあ頑張って行ってきてください。行ってきます、はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。行きます。飲み物でお決まりでしたらご愛しますよ。ちょビール飲んでいいですか？いいっすよ。生ビール大きさ第一印象ありますけど、チューで。ちょっと、はい、これもコーラのチューで。はい、じゃあコーラはサイズ決まってますんで。あ、コーラで。ここはね、焼き鳥屋さんなんだよね。けどランチだから、なんかね、チキンライスが有名らしい。めっちゃチキンライスうまいらしい。あんま好きじゃん。なる、焼き鳥、焼き鳥でいい。ありがとうございます。お願いします。と、はい、チキンライス。お疲れ様です。お疲れ様です。木下みこみです。なんかすごいの入ってたよ、一個これ。何か入ってんだよ、すごい。うわ、やばうわ、うまみすごい。すごいよね。うん、出ちゃうよ、いくよ。じゃーん。やばやばすごいな、ね、うわすげえ。これやばくね。焼き鳥丼だったかもしれない。焼き鳥丼だったかもしれないですけど。いいよ。あー、いい食いっぷりだ。80皿食える。完成します。任せて。さすが。チキンライスはね、飲み物だ。すげー、ここが渋谷か。お疲れ様でした。10年ぶりにシップスに行ったけどさ、うん、今日その接客してくれた福山さん、そしてシップスプレスの河野さんもさ、みんな俺たちがよく行ってた横浜店に、在籍してたらしくて、10年前あそこから始まってたんだな。うわ、
始まってたんだな、俺たちな。始まってた。ああ、始まってたな。いい意味でシックスっぽくないアイテムもあれば、うん、うわ、これシックスっぽいなっていうアイテムもあったし、うん、なんかいい服、久々にこんな見たなって日だと思います。そうね。今日も締めにしますか。はい、今日締めようかな。じゃあ、行きますか。はい。スタイリッシュスタンダード。